はい、どうもミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマは時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣9選ですね。時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣9選ということで動画を撮っていきたいと思います。是非家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、第1作目第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。先日ですね重版かかりまして累計3万部売れております。まだ読んでない方がいましたら是非この動画の下の概要欄コメント欄に詳細のリンク貼っておりますので是非そちらも併せてご覧ください。ということでここからが本題になっていくんですけども、改めまして今回の動画のテーマは時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣9選ですね。今回の動画をね最後までご覧いただければ時間を無駄にせず時間にゆとりを持てるようになるかなと思います。普段の生活でね忙しいとか時間がないと言ってる方は是非今回の動画最後までご覧ください。では早速1つ目ですね。時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣1つ目は前日にすぐ行動するための準備ができていないということです。前日にすぐに行動するための準備ができていないということです。皆さん普段ですね、朝起きた瞬間に例えばいきなり整理整頓だったり片付けだったりとか探し物とかなくし物から始まっていませんか。これ非常にもったいないですよね。だからできればもう朝起きた瞬間に、身支度もそうだし身支度が終わった後の何かの作業ですよね。読書をするとか仕事に入るとか、それこそサラリーマンの方であればすぐに出勤するとか、いろいろ人によってライフスタイル違うと思うんですけども、すぐに行動できるようにしてほしいなと、あらかじめ準備しておくっていうのが、すごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います。なので例えば僕なんかはもう物が少ないのでもう簡単に準備ができるわけですよ。もうそれこそ朝、こんな風に6時半からね撮影を始めるんですけども、それに必要なのってスマホとミニ三脚とあとはこの iPad Pro ですね。こちらに台本があるのでこの3つさえあればいいんですよ。だから例えば iPhone であれば寝室で充電してるし iPad Pro はですねちょっと見えないと思うんですけども、このストレリチアっていうちょっと長いね観葉植物の近くにコンセントがあるんですけども、そちらで充電しています。でミニ三脚については前日撮影で使ったりとかしたりとかするのでカバンの中にあったりとかするんですよね。なのでもうパパッと撮影の準備ができちゃうんですよ。なのでもう撮影の準備がもうものの30秒とかで終わっちゃうのですぐに行動できるわけですよね。で、こんな風に物少なく仕事できないよと作業できないよっていう人もですね、できれば夜とかにもう朝起きた瞬間にすぐに行動に移れるようにあらかじめテーブルの上に準備しておくとか、すぐに行動を移せるように作業効率が上がるようにもう手の取りやすいところに配置しておく収納しておくっていうのはすごく大事じゃないかなっていうふうに思います。あとは例えばカバンの中身とかもそうですよね。やっぱりカバンの中が常にごちゃごちゃだったりとか物が多いとそれこそ探し物なくし物も多くなるし結局時間が奪われてしまいます。だから常にカバンの中は整理しておくっていうのもそうだし、すぐにカバンを持って身支度をパパッと済ませて行動できるように出勤できるように外出できるようにしておくっていうのはすごく大事だと思います。なので結論ですね、毎朝ここからスタートするぞときっかけになるものをもうあらかじめ準備しておくっていうのが大事です。例えば身支度もそうだし読書だったり仕事だったりとか、大体のサラリーマンってそんな感じで一日をスタートすると思うんですけども、あらかじめやることを決めておくもそうだしそれらに必要なものを準備しておけばスムーズに行動できるかなと。最初のスタートでいきなりねハードルが上がるというか面倒くさい作業から入る、それこそ掃除整理整頓片付けとか長時間の準備だったりとかから入るっていうのはすごくもったいないし時間を無駄にするので、結論毎朝何からスタートするっていうのを決めて、でそれに必要なものを例えば作業台の上に準備しておくとかお風呂場洗面台周りの身支度に必要なものをもう使いやすいようにしておくとか、テーブルの上に仕事道具とか読書、本とかですねをもう準備しておくっていうのがすごくおすすめです。ということで、1つ目の NG 習慣は前日にすぐに行動するための準備ができていないということでした。続いて2つ目ですね。時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣2つ目は、朝起きてぼーっとする二度寝ですね。朝起きてぼーっとする二度寝。これが非常にもったいないというか、時間を無駄にしていると思います。で、朝ラジオとかで結構言ってることなんですけども、目覚めの2時間から3時間っていうのはゴールデンタイムと言われています。第2のゴールデンタイムと言われています。ちなみに第1のゴールデンタイムは寝てる時間ですね。10時から2時がゴールデンタイムだったりとか、寝てから約90分がゴールデンタイム、要は成長ホルモンがすごい分泌される時間なんですけども、朝起きてからの2時間から3時間もすごいゴールデンタイムと言われていて、このゴールデンタイムって何かっていうと、心身ともに健康な状態というか、脳の状態も整理されて、記憶が整理されていたりとか、フラットな状態なんですよね。だから非常に集中力も高まりやすいし、判断力もあると思うし、非常にいい状態なんですよ。ただこれが時間の経過とともに日中にね、いろいろ作業したりとか、いろんな出来事が起こると思います。いいことも悪いことも起きますよね。で、そうなってくると当然ながら体も疲れてきます。で、感情もね、いい状態と悪い状態になったりとかするじゃないですか。で、思考に関しても前向きな状態、後ろ向きな状態、マイナス思考、プラス思考、どうなるか分かんないじゃないですか、人間って。でも朝起き抜けっていうのは、起きた状態の時って心身ともに元気な状態だし、思考もプラスでもマイナスでもなかったりとかしますよね。だからこそ、ゴールデンタイムなので、この起床後の 2、3 時間で何をするかってすごく大事です。だからこそ朝起きてぼーっとしたりとか二度寝をするっていうのは非常にもったいないことです。なのでおすすめとしては、先ほどにもちらっと言ったんですけども、すぐに起きて身支度をするっていうのが大事ですね。もうぼーっとしたりとか二度寝をしないというのが大事です。これね、最初変えようと思ってもなかなかしんどいというか辛いと思います。僕も正直辛かったです。もうこれをですね、もう心を鬼にして、もう無理やり起きてすぐに身支度をするっていうのが大事ですね。で、おすすめとしては、すぐに起きれるようにもう夜早く寝るっていうのもそうだし、あとはカーテンを開けて太陽の光で起きれるようにすると。だから例えば、季節によってね、太陽の昇る時間って変わってくると思いますけども、おすすめとしては朝の4時から6時に起きるっていうのが個人的にはおすすめです。そのためにも夜早く寝るっていうのが大事ですね。それこそ昔早寝早起きができなかった時、僕の失敗談なんですけども、昔は深夜0時とかそれを回って寝てたんですよ。で、朝4時とか5時に起きようと思っても無理なんですよね。じゃあ僕どうしたかっていうと、夜早く寝るようになったんですよ。で、そうすると睡眠時間は変わらずに朝早く起きて、しかも太陽の光で自然と起きられるようになったので、これかなりおすすめですね。で、あとはもうすぐにシャワーを浴びると。これも何度も朝ラジオの方で言ってきたんですけども、寝てる状態、そして起床後の状態って副交感神経リラックス状態なんですよね。副交感神経優位な状態なので、それを交感神経優位な状態にすれば目覚めるんですよね。人間って活発な状態になるので、そのために朝すぐにシャワーを浴びるっていうのはおすすめです。で、あと皆さんにお伝えしたいのは、先ほども言ったように目覚めの 2、3 時間がゴールデンタイムなので、何をするかっていうのがすごく重要なんですけども、個人的におすすめなのは朝読書ですね。そして何か生み出す時間、生産時間をするとか、あと副業だったりとか、サラリーマンの方はね、朝の時間で副業するのはめちゃくちゃおすすめです。超はかどると思います。で、あとは自己投資ですね。読書以外の何らかの自己投資、自分の何か新しい経験だったりとか成長するための時間に朝費やすっていうのがかなりおすすめです。で、あともう一つ皆さんにおすすめしたいのは、きっとね、お金を増やしたいという方も多いんじゃないかなと思います。僕の YouTube チャンネルをご覧になられている方は。で、以前にもご紹介したんですけども、お金が貯まりやすい人の起床時間っていうデータがありまして、それが先ほども言ったように4時から6時なんですよ。やっぱりお金が貯まりやすい人だったりとか、収入が上がっていく人、それこそ経営者の方っていうのは4時から6時に起きてるんですよ。つまり朝ダラダラしたりとか、夜夜更かしをして朝長く寝ているっていう人っていないんですよね。統計的には、データ的にはいないと。だからこそ皆さんがもし何か人生を変えたいとか、お金持ちになりたいとか貯金ができるようになりたい、それこそ収入を上げていきたいっていうのであれば、朝4時から6時に起きることをおすすめします。で、その起きてから2、3時間で何かを生み出すと、成長のために時間を使うとか、生産時間にお金を使うとかっていうのがおすすめです。ということで、NG 習慣2つ目は朝起きてぼーっとする二度寝でした。そして3つ目ですね。時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣3つ目は、朝の身支度がルーティン化できていないということです。朝の身支度がルーティン化できていないということです。やはり朝起きてやることが決まっていない、それこそルーティン化できていないと時間のロスが多いんですよ。それこそ皆さん普段の生活で朝起きてまず朝一にスマホを見たりとかねしてる人多いと思うんですけども、その後にいや今日何しようかなって悩んでいませんか？それが非常にもったいないですね。極力悩む時間とか選択する時間っていうのはなくした方がいいんですよ。だから結論、やることもそうだし、やる順番も明確にしておく、もう順番決めておくっていうのが時間のロスもなくなるし、あとは脳の活動も省エネできるので、それこそ朝の起床後の 2、3 時間のゴールデンタイムで脳が浪費せずに非常にいい状態で、体力を消耗せずに、脳の体力が消耗していない状態で朝のゴールデンタイムを迎えることができるので、すごく集中力も生産性も効率も上がっていくわけです。これが逆に朝何をしようって悩んだりとか、例えば朝片付けとか探し物とか整理整頓から入って、準備にすごく時間がかかってしまったりとか、あとは毎朝ねもうやることが違くて、例えば今日は読書をしよう、今日は身支度から入ろうとか、今日は整理整頓からしようみたいにルーティン化できていないと、それこそやっぱり脳が判断するわけですよね。ってなると脳が徐々に疲弊していくわけです。そうなってくると朝のゴールデンタイムの恩恵というかメリットも薄れていくし、時間がロスするので、結論、皆さんにはまず朝やることを決めると、毎朝やることを決める、そしてやる順番も決めるっていうのが大事になってきます。で、簡単に僕の朝のルーティンっていうのもご紹介していきます。朝僕は起きたらまず真っ先にシャワーを浴びます。で、その後に着替えまして、ドライヤーをして、歯磨きをして、髪型をセットする。この5ステップで朝って流れていくんですね。で、ものの5分10分で身支度が終わります。もうこれが僕の朝のルーティンですね。で、身支度が5分10分で終わりましたと。で、第2のルーティンっていうのがありまして、まずは情報収集をします。ニュースを見たりとか SNS を開いて僕がフォローしている方の情報を収集したりとか、あとは、昨日公開した動画のデータを見たりとかで、その後に本を読んで、こんな風に朝6時半から撮影をして、で、撮影が終わったら気分転換に散歩に出かけます。で、その後に朝ラジオの動画を編集して、で、大体それが30分から1時間ぐらいかかるので、終わった後に散歩をしてっていう流れになっていくんですよね。これもう毎朝決まってるんですよ。たとえ日中のお仕事の内容が違ったとしても、例えば午前中に人から会うアポがあっても、午後からコラボ動画の撮影のアポが入っていたとしても、毎朝のルーティンって必ず決まってるんですよね。で、強く皆さんにおすすめしたいのは、たとえサラリーマンだったとしても主婦の方だったとしても、朝の時間って誰にも邪魔されないんですよ。だからこそ朝早く起きて自分にとってやりたいこと、好きなことをやってほしいんですよね。たとえサラリーマンで朝8時に出勤だったとしても、例えば朝4時に起きれば副業できるじゃないですか。読書もできるし、自己投資もできるし、いろんな可能性が見えてきますよね。だから朝早く起きて、朝の身支度だったりとかやることを決めて、順番も決めて、ルーティン化をしてゴールデンタイムを迎えてほしいなと思います。で、朝のルーティンを簡単に紹介したんですけども、夜に関しても同じですね。夜の身支度がルーティンができてないのも時間のロスにつながるかなと、時間を無駄にするかなっていうふうに思っていて、夜のルーティンも明確に決まっています。夕方あたりにご飯を食べます。で、食休みをして、で、その間にお風呂を沸かすんですよね。で、お風呂が沸いたら5分10分お風呂を入って、で、読書をして、で、ストレッチをして、で最近だと小豆のホットアイマスクっていうのを買いまして、これまこなり社長のチャンネルでねおすすめしたので買ってみたんですけども、電子レンジでね大体40秒ぐらいチンすると、めちゃくちゃあったかくなるんですよ。でそれをつけて最近寝てるんですけども、速攻で寝られるようになりました。結構ね寝つきが悪いっていう方いらっしゃると思うんですけども、その方もですね是非小豆のホットアイマスク買ってみてほしいなと思います。やはり脳の疲れだったり頭が疲れていたりとか体が疲れていたりとかすると目も疲れていたりとかするんですよね。で目を温めてリラックスすると結構、気持ちがリラックスできたりとか体の疲れが緩和したりとか、頭もすごいリラックス状態というか、落ち着いてくると思うんですよね。でやっぱり寝る時っていかにリラックスできるか、副交感神経優位の状態に持っていけるかがやっぱり寝つきにも関係してくると思うし、朝気持ちよく起きれるかっていうところにもつながってくると思うので、ホットアイマスクは超おすすめです。物を増やしたくないミニマリストでも買ってよかったなっていうふうに思います。ということで3つ目の NG 習慣は朝の身支度がルーティン化できていないということでした。補足として夜のルーティンもね決まっていないというのも時間の無駄になるというお話をしてきました。そして4つ目ですね、時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣4つ目は朝の荷造りで探し物が多い、そして忘れ物が多いということです。朝の荷造りで探し物が多い、忘れ物が多いということです。皆さんは朝の荷造り、例えば通勤する前ですね、出勤前の荷造りどれだけ時間をかかっていますか？やはり出勤前の荷造り、荷物の準備に時間がかかっている人は物が多くて、探し物も多くて、なくし物も多くて、でさらにはあれを忘れた、これを忘れたっていう、忘れ物ですね。そういうのも多いんじゃないかなって思ったりとかもします。やはりカバンに入れるものが多いとね、荷造りに時間がかかるし、探し物、なくし物も多くなるし、忘れ物も必然的に多くなりますよね。だから結論、余計なものは持ち歩かないっていうのが大事です。で僕自身、普段ね、仕事で、外出することも多いんですけども、もう荷造りが30秒とか1分で終わっちゃうんですよ。それなぜかというと、物が少ないし持つものもいつも決まってるからです。それこそ荷造りもルーティンができてるというか、持ち物も固定化されているのでもうすぐに終わっちゃうんですよ。だから探し物もなくし物もないし忘れ物も一切ないですね。だからこそ朝の荷造りで、出勤前の荷造りで時間がかかっている人、それがすごくストレスで探し物、なくし物、最近忘れ物が多いという方はですね、一度皆さんのカバンの中身を見直してほしいなと思います。で片付け方のコツとしては、一旦カバンの中を全部出してほしいんですね。でそのカバンの中身を全部出した後に、過去1週間で使ったもの、過去1週間で使ったものに関しては皆さんの生活において必要な可能性が高いです。必要なものの可能性が非常に高いので残しておく、そのままカバンに入れるっていうのはありだと思います。逆にですね、過去1週間で使っていないものですね、過去1週間で使っていないものに関しては皆さんのライフスタイルにおいては必要ない可能性が高いですので、一度そのない生活をしてほしいんですよ。一度カバンに入れずに過ごしてほしいんですよね。そんな風に物を厳選して持ち物を少なくしてほしいんですよ。でこれによって朝の身支度、荷造りがめちゃくちゃ簡単になります。ストレスが少なくなっていくと思います。でさらにもう一つメリットがありまして、荷物が軽くなるので疲れにくくなったりとかフットワークが軽くなるんですよ。そういった意味である意味、僕自身はチャンスをつかんできたんですよね。荷物も軽くなるし、フットワークが軽くなる、行動範囲も広がる。今ではね日本全国旅しながらお仕事したりとかしてるんですけども、そんな風にフットワークが軽くなるし、いろんな人との出会いもあるし、そして朝の荷造りもね時間短縮でできるので、こんな風に朝の貴重な時間、ゴールデンタイムで生産的なことをしたりとかしているわけですよ。だからこそぜひ朝貴重な時間を大事にしたい方、朝からストレス抱えてる方、人生を変えていきたい方はですね、朝の荷造りの時間も短縮できるように持ち物をぜひ見直してみてほしいなと思います。ということで4つ目の NG 習慣は朝の荷造りで探し物が多い、忘れ物が多いということでした。続いて5つ目、時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣。5つ目は通勤中にスマホゲーム、SNS に夢中になるということです。通勤中にスマホゲーム、SNS に夢中になるということです。このスマホゲームとか SNS っていうのは非生産時間ですよね。つまり何も生み出していない時間になります。そういう非生産時間を過ごしてしまうと、やはり心身ともに疲れてきたりとか、脳が疲弊していきます。情報処理にエネルギーが奪われるからですね。そうなってくると目が疲れてきたりとか、体力的な疲れもあるし、集中力が低下していきます。それこそ通勤中にですね、スマホゲームをしたりとか SNS に夢中になってるとですね、いざ会社に到着した時にそれこそ脳も疲れてるし、心身ともにね、疲れてる状態になって、体力消耗するわけですよ。そうなると非常に作業効率も落ちるし、会社で成果が出にくくなっちゃうんですよね。そうなれば収入も上がらない、ボーナスも増えない、そして今のご時世リストラにあったりとかね、派遣切りにあったりとか、そういう風になってくるわけですよ。だからこそ有効的な時間の使い方っていうのが大事なわけですね。でも皆さんのご想像の通り、通勤中は非生産時間じゃなくて生産時間にしなきゃいけないわけです。つまり何かを生み出す時間ですね。具体的に僕自身が通勤中にやってることっていうのを簡単にご紹介していきます。まず一つに仮眠だったり瞑想ですね。これなぜいいかっていうと、朝4時とか5時とか6時に起きるとですね、どうしても疲れるんですよ。やっぱり何かね、重要なお仕事とか副業とか読書とかしたりとかすると、やっぱり体力的な消耗もあるし、脳もね、疲れてきます。だからこそ通勤時間に5分10分でも仮眠をとると。で、乗り過ごしたくない方はもう目をつぶるだけでもいいです。脳の情報処理の 70% から 80% は視覚的な情報と言われています。その視覚情報をシャットアウトすることによって脳が休まるんですよね。で、5分10分経った後に目を開けると非常にスッキリしたりとか、目の疲れが取れたりとか、心身の疲れが取れたりとかしてくると思います。で、あとは瞑想もおすすめですね。で、具体的には呼吸に、目をつぶって呼吸に意識を向けたりとか、あとは身体感覚ですね。椅子とお尻のその接地している感触を意識したりとか、地面と足が接触している感覚に意識を向けたりとか、あとは電車の音に意識を向けたり、人が話している音に意識を向けたり、あとはその電車の空気感だったりとか、外を歩いている時の空気感だったりとか、あとは道を歩いている時の足の感触に意識を向けたり、鳥のさえずりだったりとか、風の音に意識を向けたり、そんな風に五感に意識を向ける瞑想っていうのがおすすめですね。続いて2つ目の通勤時間の有効的な時間の使い方としては、資格の勉強だったりとか、読書だったり、情報収集だったり、ニュースを見るっていうことですね。やはり通勤時間20分から1時間の方多いと思うんですけども、その時間をもう有効利用しない手はないわけですよ。だからぜひ資格の勉強、もしくは読書、情報収集、ニュースを見るっていうのがおすすめです。で、僕も通勤時間だったりとか、それこそ朝の時間に必ず情報収集するようにしてるんですね。で、これなぜかというと、こんな風に動画撮影する際に活かせる情報があるかもしれないし、でさらには例えば日中に人と会うってなった時に話のネタにもなるし、例えばサラリーマンの方であれば商談相手の話のネタにもなるし、いかに有力な情報をスピーディーにキャッチできるかってすごく重要なんですよ。それが結果的に自分の生活だったりとか仕事にもろに影響してくるからですね。だからこそ僕自身は必ず朝一に、そして通勤時間にニュースを、情報収集をするようにしています。ニュースを見て情報収集するようにしたりとかしています。あとは読書とかね、したりとかもします。続いて通勤中の有効的な時間の使い方は、メールの返信とか編集ですね。つまり仕事をするっていうことです。僕自身仕事をする上で大事にしていることは、やっぱり人よりもスピーディーに仕事をしたいっていうことなんですよ。じゃないとやっぱり人と差が生まれにくいというか、やっぱり早く仕事をしてくれる人って信頼も高いし、やっぱりこの人に頼もうってなるじゃないですか。で、僕自身もそうなんですけども、やっぱり誰かに仕事を振るってなった時に、やっぱり期限までにやってほしいっていうのはもちろんあるんですけど、期限よりもだいぶ前に提出してくれたりとか、もうパパッと仕事をこなしてくれる人って、やっぱりずっと長いこと付き合っていきたいというふうに思うんですよね。もうそれぐらい仕事って速さ、スピードってすごく重要だと思います。で、きっと管理職の方とか経営者の方って仕事にスピードを求めてる方も非常に多いと思うんですよね。まあ、当然ながら質を求めてる方もいらっしゃると思うんですけども、特に若い方であれば質よりもスピードが重視なんじゃないかなと。個人的には思います。それで場数を踏んで経験を積んで、そうすれば視線と質っていうのは必然的に高まっていくので、まずはスピードでいいんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ朝一で通勤中にメールの返信をしたりとか、それこそ副業するでもいいし、本業の何か、電車でできるようなこと、スマホ1台でできるようなお仕事をもうすぐにこなしていくと。そうすれば他の同僚だったりとか上司よりも一歩先を行けるわけですよ。で、上司からの評価も上がっていくわけですよね。あ、この人すごく仕事が早いなというふうに評価が上がって、昇進スピードだったりとか、それこそ収入だったりボーナスにも影響してくるわけですよ。仕事が早いっていうのはそれだけお得なわけですよね。だから通勤中に生産時間、メールの返信とか編集だったり副業だったりとか本業の何かスマホ1台で通勤中にできるようなお仕事をしていくっていうのはかなりおすすめです。で、あと僕自身通勤中にしているのは広告を見るっていうことですね。電車の中とか広告あるじゃないですか。で、電車乗らない方であれば街中の看板だったりとかですね。で、広告を見る時のポイントなんですけども、一番重要なのが変化を見ることなんですよ。例えば消えた広告は何かだったり、最近出てきた広告は何か、今の時代の流行ってる分野というか業界は何か、そして衰退してる業界分野は何かっていうのを、その変化を見るっていうのがすごく大事なんですね。で、これは投資家の人がよくやっていることなんですよ。お金をたくさん生み出している人、お金に稼がせてる、お金がお金を生んでいる人がよくやってることなんですね。なぜかといったら、やっぱり成長していく業界に投資するからこそ利益が生んでいくわけですよ。逆に今後衰退していく業界に投資したら、自分の利益が減っちゃうわけですよね。だから投資家の方って世の中の変化にすごく敏感なんですよ。で、その一つが広告なんですね。だから例えば街中の広告もそうだし、それこそ投資家の方ってただ無駄に歩いたりとか街中をブラブラするんじゃなくて、もうすごい敏感なんですよ。それこそ売れ行きの商品だったりとか、どういう商品が今出ているのかだったりとか、広告もそうだし看板もそうだし、人との会話だったりとか、それこそ通勤中にどんな人が乗っていて、その人たちがどういうものを持っているのかとか、どういうアイテムを持っているのかっていうのも非常に目を凝らして見ていたりとかもします。で、僕自身もその投資家の方の本を読んでですね、それこそ看板だけじゃなくて、その通勤中の街行く人たちの持ち物を観察したりとか、会話に耳を傾けてみたりとか、どういう人がどういう悩みを持っているとかね、そういうのも非常に見たりとか聞いたりとかしています。そうすることによって時代の変化っていうのに敏感になって、それこそ僕自身のその仕事に影響してきたりとか、あとは話のネタになったりとかするので、僕自身はそれをやるようになって、すごく収入が増えたっていうところもありますね。なので結論何が言いたいかっていうと、広告を見て人気の業界とそうでない業界、これから伸びていく業界と衰退していく業界をまず見ましょうっていうことと、あとは人間観察もおすすめっていうことですね。持ち物だったり流行りだったり服装だったりとか、この人は何を感じてるのかな、何を考えてるのかなっていう、心理を探ったりするのもおすすめだったりとか、会話に耳を傾けてみるっていうのがおすすめです。もうとにかく暇つぶしの時間じゃないんですよね、通勤時間っていうのは。だから後回しにしがちな作業を通勤中にこなすとか、自己投資をするとか、生産時間にするとか、観察するとか、投資家マインドを身につけるとか、世の中の変化を探ってみるっていうのが超おすすめです。是非やってみてください。ということで5つ目の NG 習慣は、通勤中にスマホ、ゲーム、SNS に夢中になるということでした。そして6つ目ですね、時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣6つ目は、デスク周りを散らかしたまま放置するということです。デスク周りを散らかしたまま放置するということです。結局、テーブル周り、デスク周りが散らかっていると片付けなきゃいけないし、整理整頓しなきゃいけないじゃないですか。先ほどの、朝の活動というか、ルーティンの方でも言いましたけども、やっぱり片付けとか整理整頓から始める人、準備にすごく時間がかかる人ってめちゃくちゃ時間をロスしているし、朝のゴールデンタイムを無駄にしてるというか、その朝のゴールデンタイムのチャンスを逃している、機会損失しているわけですよ。だからこそ常にテーブル周り、デスク周りは綺麗にしといた方がいいわけですよね。必要なものがパッと手に取れないと時間のロスにつながるし、当然ながら探し物、なくし物、忘れ物につながってしまいますよね。テーブル周りが汚いと。だからもうテーブル周り、デスク周りは常に綺麗な状態にしてほしいなと思います。もう物が溢れてる状態での作業って注意散漫になるし、もう効率、生産性が断然落ちちゃうわけです。だから、基本僕はね、家で作業すること多いんですけども、多少散らかったとしてもものの30秒あれば綺麗な状態になるわけですよ。で、必要なものも少ないから、もうほとんどテーブルの上散らからないんですよね、そもそも。だからパパッと作業に取りかかれるというか、注意散漫になることなく集中力を高めたまま、例えば60分とか90分を超集中状態で作業をこなせるわけです。だから成果にもつながるっていうことなんですよね。で、当然ながらもう皆さんにも想像してほしいんですけども、朝会社に到着してすぐに仕事を始められる人と、朝会社に到着してまず整理整頓とか片付けから始めなきゃいけない人、これどっちが成果を残せると思いますか？もう断然前者ですよね。会社に到着してすぐに仕事に取り掛かれる人、こういう人がやっぱり成果を残せるし、昇進していくし、収入がアップしていくわけですよ。で、今手元に科学的根拠ないですけども、エビデンスないですけども、間違いなく管理職の人とか社長さんとか経営者の方、もう実績を残してる人っていうのはもうテーブル周りすごい綺麗だと思います。例えば大手企業の社長さんのオフィスだったりとかね、仕事場とか作業場、きっと皆さんも YouTube とかテレビで見たことあると思うんですけども、非常に綺麗なの想像できると思います。もう見たことあると思います。つまりそういうことなんですよ。世の中で成功してる人とか成功していく人って作業スペースが超綺麗なんですよね。で、無駄なものがないと。それは時間を無駄にしないためですね。時間持ちの人、時間に余裕がある人、時間を無駄にしない人が成功していくわけです。お金持ちになっていくわけです。だからこそ皆さんにはテーブル周りとかデスク周りをきれいにしてほしいんですよ。で、うまくいく人の条件としていくつかピックアップしたのでご紹介していきます。まず一つに、常に作業スペースがすっきりしていること。2つ目、どこに何があるのか把握していること。3つ目、作業開始とともにすぐに取り掛かれるように、すぐに作業に取り掛かれるように必要なものが事前に準備されているということ。これ先ほども言いましたね。最後4つ目は、終業時に、仕事が終わったと同時に、作業を終了と同時にちゃんと整理すると。やっぱり作業してるとね、物が散らかったりとかするので、作業が終わったりとか終業、会社を終えて帰宅する際にしっかりと作業を整理整頓して片付けをして帰るっていうことです。これがうまくいく人じゃないかなって思います。仕事で成果を出して収入をどんどん上げていける人の特徴、共通点じゃないかなっていうふうに思いますので、是非もうこの動画見終えた後にでも、テーブル周り汚い人とかね、仕事のその作業スペースがね汚い人は是非片付けて整理整頓して、無駄なものをもう、徹底的に排除してほしいなと思います。ということで、6つ目の NG 習慣はデスク周りを散らかしたまま放置するということでした。続いて7つ目ですね。時間を無駄にしがちな人がやっている7つ目の NG 習慣は、ランチタイムを義務的に仲間と過ごすということです。ランチタイムを義務的に仲間と過ごすということです。結論、ランチをいつもの流れで、いつものメンバーと一緒に過ごすっていうのは極力やめた方がいいかなって思います。ただ、大事な情報交換をするとか、だったら OK だと思います。でも逆にダメなのは、愚痴話だったりとか、無駄話ですね。もうこのランチタイムは正直最悪だと思います。やはりランチタイム、お昼休憩の時間っていうのもやっぱり通勤時間と同様に有効的に使わないといけないと思うんですよね。で、有効的に使っていける人が当然ながら仕事で成果も残せるし、昇進したり収入アップしたりとか、人生がうまくいくわけですよ。仕事が楽しくなってきたりとかするわけですよ。なので個人的におすすめなランチタイムですね。お昼休憩の時間の使い方としては、まずは自分のペースでお昼ご飯を食べるとか、自分の好きなものを食べるとか、自分のペースでご飯を食べるっていうのが大事ですね。で、なるべく愚痴とか無駄話はしないということが大事です。なので、おすすめとしては尊敬する人とお昼を一緒にしたりとか、で、そこで情報交換をしたり、いろいろ質問を投げかけたりとかね、仕事の相談をするっていうのはありかなって思います。あとは意識高い仲間とのご飯ですね。そこでモチベーションというか、刺激を受けて、よし、午後の仕事も頑張ろうっていう風になると思います。で、そういう意識高い人と付き合ったりとか、あとは尊敬する人、それこそ上司の人とお昼ご飯取りたくないよと。やっぱりお昼休憩はしっかり休みたいっていう人もいらっしゃると思います。元気な方は尊敬する人とか意識高い人とぜひ時間を共にしてみてください。お昼休憩ですね。で、ちょっと休みたいと、お昼休憩はじっくり休みたいっていう方は、おすすめとしてはまず一人でお昼ご飯を食べると。もしくは仲のいい気の知れた方とご飯を食べてリラックスタイムを過ごすとかでもいいと思いますが、なるべく愚痴とかね、無駄話はしないっていうのは大事です。なるべく前向きな会話を心がけてみてください。あとは例えば僕がよく話すと内容としては、最近その人の流行りのことだったりとか、社会のことを勉強したりとか、情報交換したりとか、仕事のことを相談したりとか、あとはその人の特徴ですね。いい部分を盗めるようにいろいろ質問したりとか、その人のなんかいい部分とか、なんか得意な仕事、どうやったらそんなに効率的に仕事ができるのかだったり、どうしてそんなに成果が出ているのかっていう、何かいい部分を盗み取れないかっていうところでいろいろ質問したりとかするのもありかなと思います。で、お昼休憩って言ったらだいたい30分ぐらいでご飯とか食べ終わると思うんですよ。で、おそらく15分とか30分余ると思うので、その時間で仮眠を取ったりとか、目をつぶって脳を休ませたりとかで、ちょっと余裕がある人は勉強したり、ちょっと早めに仕事に取り掛かるっていうのがおすすめですね。で、仮眠についてなんですけども、 NASA の研究で午後にお昼休憩中に仮眠を20分から30分取ると、注意力だったり認知力が高まるっていう研究データがあるんですね。で、やっぱり午前中仕事をこなすと、やっぱり心身ともに疲れてきたりとか、脳が疲れてくるので、ご飯食べた後って眠気だったりとか、午後の作業に集中できなかったりとかする人もいらっしゃると思います、実際に。だからこそ、お昼ご飯を食べた後はどうしてもね、眠気出てくると思うので、その時に目をつぶって仮眠を取ると。できればこうやってテーブルの上に伏せて仮眠を取るとか、できればね、床に横になって仮眠を取るっていうのが一番おすすめなんですけども、サラリーマンの方はね、なかなかできないと思うので、テーブルに伏せて仮眠を取る、15分から30分ぐらい仮眠を取るっていうのはかなりおすすめです。で、仮眠を取った後はね、もう脳も目もシャキッとするので、午後の作業もね、めちゃくちゃはかどると思います。ということで、7つ目の NG 習慣は、ランチタイムを義務的に仲間と過ごすということでした。そして8つ目の NG 習慣ですね。時間を無駄にしがちな人がやっている8つ目の NG 習慣は、夜の時間をネットや SNS に費やすということです。夜の時間をネットや SNS に費やすということです。やはり日中に家事だったりとかお仕事をこなしていると疲れてしまって、夜にね、気分転換するためにネットとか SNS を使いたくなる気持ちもわかるんですけども、でも夜の時間にそういうネットとか SNS を見ちゃうと、使っちゃうと、やっぱダラダラ時間になりやすいんですよ。だから注意が必要なんですね。もちろん全く無理なんとは言わないですけども、ちょっと時間の使い方を考えてほしいなって、この動画では伝えたいです。なので、ぜひ皆さんには時間を決めると。その SNS とかネットを見る時間を決めたりとか、何分までって決めたりとか、上限を決める。何か作業を終えた後に見る。そんな風に SNS とかネットに対するその時間の使い方を見直してほしいなと思います。で、個人的におすすめなのは先ほども言ったんですけども、夜は睡眠の質を上げるために早く寝るっていうのが大事なんですよね。どうしてもその電子機器をいじっちゃったりとか、夜ね、そのブルーライトを浴びちゃうと睡眠の質が下がってしまうっていうのは研究でデータとして出てるので、睡眠の質を上げるっていうのがめちゃくちゃ重要なんですね、夜に。だからなるべくスマホ時間っていうのは控えた方がいいです。でもう夜ダラダラするぐらいだったら、もう疲れているんだったら夜寝た方がいいです。ストレスが溜まってるんだったらもう夜早く寝た方がいいです。寝ることが一番ストレスの解消になると思います。で早く寝れば早く起きれるようになって、例えばそれこそ朝の4時とか5時に起きられるようになって、出勤前とか朝お弁当を作ったりとかね、家事する前にちょこっと自分の好きなこととかやりたいことができる時間が生み出せると思います。で夜疲れてる状態で何か作業をこなすよりも朝に作業をこなした方が間違いなく集中力も段違いに高まってるし、朝の方がしかも作業効率も上がるので成果が生み出しやすいと思います。なのでもう夜疲れて気分転換するぐらいだったら早く寝ましょうということは伝えたいですね。であと夜のおすすめとしては、就寝の 2,3 時間前にご飯を済ませて、入浴を済ませて、ストレッチを済ませるっていうのがおすすめですね。であとお酒飲まれる方もいらっしゃると思うんですけど、お酒もできれば就寝の 2,3 時間前に済ませた方がいいです。じゃないと寝酒とかするとね、睡眠の質が下がるっていうのも研究データで出ているので、もう本当に夜っていうのは睡眠の質を高めるために行動するっていうのが大事なので、そんな風にぜひ意識してみてください。であとは就寝時間に関してなんですけども、おすすめとしては夜の10時までに寝ることがおすすめです。で、大体6時間睡眠とかで朝の5時とか6時に起床すると、日の出とともに起床するっていうのがおすすめですね。で6時間睡眠だと少ない方はですね、夜8時とか9時に寝てもいいと思います。で僕自身も本当にその日一日めちゃくちゃ疲れていると、もうご飯食べてすぐお風呂入ってすぐ寝るんですよね。そうするともう翌日にはもう元気な状態になるので、でしかも朝早くというかもう深夜に目が覚めるので、もうそこからずっと自分の好きなこととかやりたいことに元気な状態に取り組めると。だから夜ダラダラしないっていうのは本当におすすめですね。もう疲れているならもうダラダラするぐらいだったら早く寝て疲労回復に努めるっていうのが一番何よりおすすめです。 SNS をする方がね、むしろ疲れてしまったりとか逆にストレスだったりとかするので、寝た方がよっぽどストレスの解消になると思います。ということで、ぜひ皆さん夜の時間の使い方も改めて見てください。ということで8つ目の NG 習慣は、夜の時間をネット、SNS に費やすということでした。そして最後、9つ目ですね。時間を無駄にしがちな人がやっている9つ目の NG 習慣は、週末に寝だめをするということです。週末に寝だめをするということです。言い換えると、お休みの日に家事とか仕事をしなくてもいい日にめちゃくちゃ寝るっていうのは時間がもったいないし無駄にしているなと思います。きっと多くの人は平日寝れないから休日に寝だめしたいと、疲労回復のための寝だめをしたいっていう方多いと思うんですけども、実際にこれ NG ですね。やっちゃいけないことです。なぜかというと、生活リズムが崩れるし、体内時計が乱れたりとかするっていうのもあるし、あとは寝てる時間っていうのはやっぱり無駄な時間ですよね。だからこそ規則正しい生活を送る、いつもと同じ生活リズムで日常を送るっていうのが大事です。だからこれ人によると思うんですけども、僕はもう休みなく働いてるんですね。体調を崩さない程度に毎日仕事をして、それこそ朝仕事前にちょっと読書をしたりとか情報収集したりとかしますけども、朝のモーニングルーティンを終えて仕事をして、で日中例えばいろんな取材を受けたりとかコラボしたりとかして、夜帰ってきてご飯を食べてお風呂入ってストレッチして寝るみたいな感じの流れで毎日過ごしてるんですよ。でも全然体調を崩さないし、たとえちょっと体調不良になったとしても1日で治るんですよね。もう寝て起きたらすぐ元気になります。でそんな風に規則正しく健康的な生活リズムで日常を送ってるからこそ、パフォーマンスも維持されるし、継続的に成果も積み上げていけるし、ストレスを抱えることもないし、で寝だめをして時間を無駄にするっていうこともないし、それが一番健康的かつ人生を変えていく秘訣じゃないかなって個人的には考えています。で、そうは言ってもやっぱりお休みの日って疲れちゃうよと、そんなにいきなり規則正しく生活できないよっていう方もいらっしゃると思いますので、ここでですね、疲労回復、そしてストレス発散のためにできることっていうのをいくつかご紹介していきます。寝だめをするよりもおすすめな行動習慣ですね。まず1つ目は軽めの運動とかストレッチをすることをおすすめします。どうしてもやっぱ体がだるかったりとか疲れている人っていうのは老廃物質が溜まって血行が悪かったりとか筋肉がガチガチに固まってたりとかするんですね。そうなるとやっぱだるさとか憂鬱な気分になったりとかしんどかったりとか寝起きが悪かったりとか寝つきが悪くなったりとかするので睡眠の質が下がったりとかするのでこれあまりよろしくないですよね。なのでいつもと同じ時間に起きてなるべく早めに起きて朝軽めの運動をする。それこそお散歩でもいいし30分ぐらいのお散歩とか、なかなかそんな長くできないっていう人はもう近所をね5分10分散歩するだけでもいいです。とにかく軽めの運動とあとは家の中で例えばヨガとかストレッチを5分10分するだけでも全然変わってくると思います。僕もですねあんまりその長く運動したくないというかヨガとかストレッチとかお散歩もですねあんまり1時間も2時間もしたくないっていう風に考えているのでそんなに運動に時間割きたくない人間なので例えば5分ヨガで検索して5分だけヨガをしたりとかあとは5分10分だけ散歩したりとか、気持ちいい時とか気分がすごいすっきりしたいと思ってる時は、30分とかね散歩したりとかしますけども、とにかくその自分の今の心身の状態によってその軽めの運動とかヨガの時間ストレッチの時間を調整してほしいなと思います。あとはスポーツとか筋トレするとストレス発散したりとかしますよね。なので、朝いきなりねスポーツをしたりとか筋トレするのはかなりきついと思うので朝はちょっと別のことをして好きなこととかやりたいことをしてそれこそ軽めの運動をしたりとかして日中もうシャキッとしてきたらスポーツをしたりとかスポーツジムに行って筋トレするとかおすすめだったりとかします。続いて3つ目はですね瞑想ですね。やっぱり脳の疲れって体の疲れになってくるんですよ。頭が疲れてくると体が疲れているように感じて休みなさいよと休んでくださいっていうふうに脳が指令出すわけですね。だから脳を休めれば体も元気な状態になることもあるのでそういった意味で瞑想視覚情報をシャットアウトして脳を休ませるっていうのが大事です。で、この瞑想に関しても5分10分からでいいと思います。他にも入浴、銭湯に行ってお風呂にゆっくり浸かるとか、サウナに行くとか、あとは旅行に出かけたり、気分転換ですね。あと美味しいご飯を食べに出かけたりとか、家で美味しいご飯を作ってもいいですね。あとは料理の得意な方の家に行って招待されて美味しいご飯を食べるとかでもいいと思います。あとはご友人とね和気あいあいと時間を過ごしたりとか買い物に出かけたりとかおしゃべりしたりとかっていうのもありかなって思います。あとは映画を見たりドラマを見たり YouTube で好きな動画を見たりとか好きな人は片付けとか整理整頓掃除をするとか読書が好きな人は読書をしたりとかもう自分の心赴くままに好きなことやりたいことに時間を使うそれが一番ストレス発散のためにできることかなというふうに思います。休みの日は多少ね遅く起きるのは OK ですけどもでもできる限りいつも通り規則正しく生活を送るっていうのが大事になってきますので是非ね一度皆さんの生活習慣を見直してみてください。結論平日の日も休みの日も同じ生活を送るっていうことですね。生活リズムを同じにするっていうことです。で休みの日は疲労回復、ストレス発散のために寝るんじゃなくて体を動かしてストレス発散になること、疲労回復できることをしてほしいなと思います。ということで今回の動画は以上になりまして、今回の動画では時間を無駄にしがちな人がやっている NG 習慣9選ということで動画を撮ってきました。ぜひ心当たりのある方は今日からでも明日からでも見直してほしいなと思います。で NG 習慣を見直していけば時間を有意義に使えるようになって皆さんの人生もガラリと変わると思いますので是非実践してみてください。ということで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。